今回はオートフォー2から発売されているレバーレスコントローラー T16 Pro V1 と R16 ブラックをご紹介します。ここであれと思った方、いつも当チャンネルをご覧いただきありがとうございます。そうなんです、この2機種はすでにレビュー動画を出しているのですが、実は T16 は改良版として T16 Pro V1 が R16 には新色のブラックも発売されているんですよね。基本的な使い方は変わらないので、2機種のスペックを簡単に紹介した後に、先日レビュー動画を出した最新機種の U16 を加えた比較動画にしようと思います。また現在行われている Amazon ブラックフライデーでは、この3機種もかなりお得な価格になっていますので、購入時の参考にしてもらえると幸いです。それでは早速、T16 Pro V1 と R16 ブラックの詳細を見ていきましょう。まずは、T16 Pro V1 の同梱物です。取扱説明書、USB-C ケーブル、ゴム足パッド、キープラー、キースイッチ、タクトスイッチの交換ゴムです。T16 Pro V1 のサイズ感は、縦幅が約 19.5cm、横幅が約 29.5cm、厚みが約 1.3cm です。本体の重さは約 936g もあり、結構ずっしりくる感じがありますね。T16 Pro V1 は、ボタン数が16個あり、またレストスペースは十分な広さがあって、大人の手でも快適にプレイすることができます。T16 Pro V1 に使われているボタンサイズは、すべて30サイズとなっています。本体の右上には、スタートやセレクトなどのメニューボタンがあり、本体の左上には、連射ボタンと液晶画面があります。右のサイドには、パススルー機能を使うためのエクスターナルポートがあり、上のサイドには USB-C 端子があります。底面はこんな感じ。 USB-C 端子の近くにブートセルスイッチがあったり、左下には接続時のモードについて説明があります。続いて R16 ブラックの同梱物です。取扱説明書、 USB-C ケーブル、ゴム足パッド、キープラー、キースイッチ、タクトスイッチの交換ゴムです。 R16 のサイズ感は、縦幅が約 19.5cm、 横幅が約 29.5cm、 厚みが約 1cm です。本体の重さは約 776g あり、平均的な重さだと思います。 R16 のボタン数は16個あり、また特徴的な部分としては、左方向キーの隣にもボタンがあるのがポイントでしょう。R16 に使われているボタンサイズは、ジャンプボタンが30サイズ、その他のボタンは24サイズとなっています。本体の右上には、スタートやセレクトなどのメニューボタンがあり、本体の左上には、連射ボタンと液晶画面があります。右のサイドには、パススルー機能を使うためのエクスターナルポートがあり、上のサイドには、USB-C 端子があります。底面は、こんな感じ。 USB-C 端子の近くにブートセルスイッチがあります。では次に、最新機種の U16 を加えた3機種でいろいろなポイントを比較していこうと思います。本体サイズは3機種とも同じ大きさで、 T16 のみ厚みが 1.3cm あり、また本体の重さも T16 が一番重たくなっています。本体の材質については、 T16 と R16 がアクリル筐体、 U16 がプラスチック筐体となっていて、 U16 が一番軽い理由がここにあります。ボタンキャップのサイズについては、 T16 が全て30サイズ、その他に機種は上方向キー以外に14サイズとなっています。またキャップの質感は、 R16 と U16 がほぼ同じ質感ですが、 T16 がほんの少しザラザラした手触りがあります。ボタン周りのリグは、 T16 はリグなし、 R16 と U16 にはリグがついています。リグがついていると弾き入力はかなりやりやすくなりますが、ボタンを押し込んだ時にリグがある分、ボタンが少し高く感じます。一方で T16 にはリグがないので、弾き入力をすると指の引っかかりを感じる時がありますが、ボタンはパネルと同じ高さまで沈み込むので、あまり高さは感じません。使われているキースイッチは3機種ともに、カイルのクリスタルロープロファイルスイッチです。
赤軸に比べるとオーカーツも軽く、とても操作しやすい標準的なスイッチを採用しています。ベストスペースは3機種とも十分な広さがあります。 T16 という16はジャンプボタンが少し左寄りですが、 R16 はちょうど中央に配置されています。また U16 は T16 とほぼ同じボタン間隔ですが、ボタンサイズが24サイズなので、ボタンの間隔が少し離れているように感じます。本体のカラーバリエーションは T16 がクリアのみ、 R16 がクリアとブラックの2色、 U16 がブラックのみとなっています。ブートセルスイッチは3機種ともに底面からアクセスすることが可能です。ちなみにブートセルスイッチは本体のハームウェアを更新するときなどに使用します。本体のハームウェアは T16 と R16 が 0.7.7、 U16 が 0.7.9 でした。現時点の最新バージョンは 0.7.10 となっています。オート4-2といえば、天板をカスタマイズできるのが楽しいポイントですよね。天板カスタムについては T16 は両面可能、R16 はクリアタイプが両面可能、ブラックはカスタム不可、 U16 は表面のみ可能です。ちなみに U16 の場合、側面にベゼルがあるので、デザイン用紙が飛び出したりせず、見た目もスマートでとてもいい感じです。ボタンの RGB ライトは3機種ともに自由にカスタマイズ可能です。 R16 と U16 はキーキャップがブラックなので、ライトの光が弱く感じますが、T16 は最初からキーキャップが透明なので RGB ライトが派手に光ります。また R16 ブラックの場合、側面も RGB ライトが光って見えるのでかっこいいです。エクスターナルポートは3機種ともに搭載されていて、パススルー機能を使うことができます。ただ U16 の場合、 USB-C 端子の隣にポートがあるため、左 LG ケーブルを出そうとするとコンバーターと干渉してしまいます。では最後に3機種それぞれの感想をまとめようと思います。 T16 の感想は、本体が少し重たく感じますが、ボタンが全て30サイズであったり、ボタンの高さが低めなので操作感はとても良い感じです。今から購入する方は旧モデルの T16 ではなく、改良版の T16 Pro V1 を選んで間違いないと思います。 R16 ブラックの感想は、天板カスタマイズができないものの、大人のマットブラックはやっぱりかっこいいですし、 Amazon でベストセラーな理由もわかりますね。 R16 で天板カスタマイズを楽しみたい方は透明モデルを選ぶようにしましょう。 U16 の感想は、本体の材質がプラスチックなので少し安っぽさがあったり、ボタンを押した時の音が少し大きく感じますが、個人的にベゼルのあるデザインは気に入っていますし、本体の重さが一番軽いので持ち運び用にぴったりだと思います。現在開催中の Amazon ブラックフライデーセールでは、この3機種が大変お安くなっています。ほぼ1万500円ほどで購入できますので、気になっている方はぜひこのタイミングで検討してみてくださいね。各機種の商品リンクは概要欄にありますので、そこからチェックしてください。最後までご視聴ありがとうございました。よければ高評価、チャンネル登録もお願いします。